銀色の引っ張りだこ飯、神戸の淡路屋さんの駅弁ですね。引っ張りだこ飯ってタコ壺容器の駅弁で有名なんですけども、それに、金色の引っ張りだこ飯とかですね、いろんな、バリエーションがあるんですね。で、今回2020年の1月に販売されたのがこの銀色バージョンですね。金色があるんだったら、銀色があってもいいだろうっていうことで、売られたっていう、そういういきさつのようなんですけども、今年は東京オリンピックの年ですから、金色とかですね、銀色とかですね、なんか金銀メダル、そんなイメージがあって、とてもなんか好ましいですね。はい、では開けてみます。このね、銀色のね、輪ゴムですね、これを取りまして、開けますと、掛け紙がね、ちょっとくしゃってなっちゃうのはね、これはもうしょうがないですね。このような形ですね。何が銀色なのかはちょっと分かりにくいんですけど、ここに銀鮭ですかね、それが入っているのは銀色っていうことかな。これはラベル表記ですね。はい、焼き鮭ですね。皮の部分が見えた方が銀色っぽいような気もしますけど、これはこれでいいでしょう。はい、タコの煮付けとかね、銀杏なんかも入ってますね。そして銀色のこのタコ壺ですね。これもまたいいですね。わざわざ銀色でね、特別に作っちゃうんですからね。それだけ売れてるんですよね、この引っ張りだこ飯のシリーズってのは。はい、ではどんな味なんでしょうか。まずは鮭ですね。これ皮の部分がないんですね。身の部分だけです。なるほど、こういう鮭も珍しいですね。そしてタコが入ってまして、あれ、タコが2切れ、おっきめのものが入ってますね。で、この下がタケノコに、土佐煮ですね。で、菜の花の、菜の花漬け？菜の花、なんだろう、これ、菜の花、ラベル表記だと、ちょっとわかりにくいですね。菜の花醤油漬けって書いてありますね。はい。で、ご飯、味付けご飯ですね。美味しい。プリプリしてて最高です。そしてタコを口に入れて、このご飯、しいたけにも一緒に。安定の味わい。そしてタコの下にこの刻んだ穴子煮が入ってますね。そしてこの銀色版には、銀色だから銀杏っていうことなんですね、これね。なるほど、よく考えたね。これ中からね、引っ張り出すのがね、難しいんですよ。タコ壺ですから。最高。うまい。やっぱタコが美味しいね。取りにくいね、ほんとご飯ね。それがいいんですよね、このタコ壺容器で食べてるからね。いいね。はい、そしてどんどん食べていると 中からね、はい、揚げかまぼこが出てくる。これも同じみの光景ですよね。
いつもの味、美味しいですよ。それにしてもご飯が取りづらい、タコツボだから。やっぱ銀杏が今回は味のアクセントになってますね。あの上に乗っかってるおかずをね、最初に食べちゃうともう残りご飯しかなくなっちゃうんで、これね、分量をね気をつけないといけないですよ、このタコツボ駅弁は。はい、ということでね、アガリアのバリダコ飯の銀色バージョンでございました。駅でも売られてるのかな。僕は今回あのスーパーのね駅弁の催事でね、まあ駅弁フェアで買ったんですけどね、まだ駅では一回も見てないですね。まあ見かけたら買ってみてください。楽しい駅弁です。以上です。